6月27日火曜日、大津市議会で総務・教育構成・生活産業・施設の常任委員会が開かれ、各委員会に付託された議案の審査などが行われました。大津市議会の常任委員会は、条例の制定や改正などの議案を審査するほか、所管する部局の事務を調査するもので、総務・ 教育構成生活産業・施設設び予算決算決の5つのつ委員会が設置されています。各委員会では議案の審査が行われたほか総務常任委員会では119番通報の見える化を目的とした映像通報システムの実証実験について教育構成常任委員会では中学校部活動地域移行について 生活産業常任委員会では、大石与道スポーツ関連施設の運営の検討に係る調査業務について、施設常任委員会では、地域公共交通の現状についてなど、それぞれ調査が行われました。委員会で審議された各議案については、7月6日木曜日に開かれる本会議で採決等が行われる予定です。